スマートフォンで動画撮影を容易にできるようになった現在、果たして僕らは自作の映像を他者に効率よく伝えるルールをどれぐらい知っているのだろうか。このチャンネルは世界の名撮影監督を通してその技術や考え方を学んでいきます。第1回は現在の映画撮影に最も影響を与えた撮影監督の一人、イタリア出身のビトリオ・ストラーロさんです。彼は同じくイタリア出身の名監督ベルナルド・ベルトリッチ監督の撮影で知られ、ハリウッドの撮影監督が忌避した地獄の黙示録の撮影を見事成し遂げ、アカデミー賞を獲得すると、その後もレッツ、ラストエンペラーとオスカーを3度も受賞し、現在ではデジタルカメラを使用したウディ・アレンの作品を担当し続けています。ゴヤやガラバッチョの電気映画を撮影していて絵画に大変詳しいストラーロは、映画の中でのカラー理論を提唱していきます。Earth of darkness is being represented by the black. Black is the unconscious, is really where everything starts. And the first step is red, is the color of the bloodOrange is the color of the warm feeling of the family. Yellow is the consciousness. Green is the process of knowing, of knowledge. Blue is your intelligence as a human being. Indigo is your primordial power. Violet is your last stage in the human life. And the sum of all of this color is the last one, is white, which means balance.それでは具体的に3作品を見ていきましょう。暗殺の森に始まり、暗殺の森に終わると言っても過言ではない、ベルトリッチ監督の代表作。彼のすべてが凝縮されたこの作品は、ストラーロの代表作であると言っても過言ではありません。彼のその時の年齢はおそらく29歳。日本題名は暗殺の森ですが、英題コンフォミストを訳すと適合者、順応者となります。上司にこれは黒だよなと言われれば、白でも黒ですと答えてしまう、どっちつかず決められない、人のせいにする、我々日本人にぴったりの題名です。暗殺の森という邦題は悪くはないのですが、ただでさえ分かりにくい内容なのに、本当の題名が分からないためにますます分かりにくい映画にさせているのは確かです。実はこの最初のシーンでストラーロは見事この映画を語り尽くしているのです。点滅する赤は主人公マルチェロに対する警告。前に進めば一線を越えてしまう。逆にすべてを殴り捨ててイタリアに戻ってしまえばいいものの、それができない自分との葛藤を表しています。やはり彼は体制に順応しようとします。ホテルから出発するのです。ホテルの明かりはアンバー。
温かい家族を表します。家族のある幸せを投げ捨てようとするのです。外はまだブルーの世界です。ストラールはブルーを知性と説いていますが、僕は始まりきっかけだと考えます。彼はやはり体制に順応しようとするのです。この映画は最初のシーンですでに映画のテーマを語っているのです。最初の数分でテーマを語る映画はあるにはあるのですが、ライティングの表現で語っているのは大変珍しいと僕は思います。ストラーロはニューシネマ以降の撮影監督としては珍しいくらいはっきりとした影を作るカメラマンでもあります。まさに白黒時代のギャング映画を見ているような感もあります。暗殺の森のこのスタイリッシュな映像はマルシェル自身の心の葛藤を表しています。時には黒、時には白。恋人であるジュリアのこの踊りはめまいを感じさせます。黒にするか白にするか。黒はファシストの象徴である黒シャツ隊の色、それとも真のファシストになるのをやめこのままジュリアと幸せに暮らすか。ベルトリッチにとって踊りのシーンは幸せの象徴です。だからこそこのシーンはマルチェロの心理をとてもよく表しているのです。それにしてもこの動くハイライト、どうやって撮影されたのか謎です。光と影の荒波を泳ぐように登場するアンナ、時には娼婦であった彼女の今ある姿がここにあるのです。演じるドミニク・サンダーは撮影当時17歳だったとか。すごい貫禄です。このクアドリ教授の今、ソフトライトのフラットな表現ですよね。これが今アンナがいる世界なんです。マルチェロは窓を閉め影になります。この表現はまさに白黒の暗黒映画のライティングです。実はストラーロはスモークのゴンゲでもあります。この頃はまだロスコーが開発した照明用のスモークはなかったはずですから、どんなものを使用していたのでしょう。スタジオ内は大変だったに違いありません。影、すなわちファシストは教授の手でふと消されるのです。教授はマルチェロが真のファシストだとは考えていません。それが当たっているという表現です。暗殺の森の名場面といわれるダンスシーン、アンナとジュリアがナイトクラブに入っていく移動撮影を見ると、この場所もロケセットだと思われますが、この時からストラーロのフラットなライティングと
ボールライトは平和や幸せを象徴することになります。この時からわずか1年後にナチスドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦の火蓋が切られるわけですが、ナチスに簡単に降伏するフランスの人々はイタリア人のようにギスギスしていなかったのでしょう。それがこの踊りに現れているのですが、このフランス人たちの渦に飲み込まれようとするマルチェロは、結局渦の中心で立ち尽くすだけなのでしょう。もちろんマンガニエーロは蚊帳の外です。教授の暗殺の後5年が経って子供が生まれ、幸せなのかと思いきやそうではないというシーンです。影を出す映像を、ストラーロはこういう場面で決してソフトなライティングをしません。闇と光が交錯するシーン、連合国の上陸を許したムッソリーニが失脚し、ローマ市内は不安定となります。友人であるイタロをファシストであると告白し、自分は普通の人々だとマルチェロは装いますが、一般の人々が彼を飲み込むことはないのです。マルチェロはこの場に取り残されます。彼は結局一般の人々に順応することさえできないのです。サイゴンで待機するウィーラードはアパートメント、将軍はトレーラーハウスでアメリカにいるような食事と生活を送っています。通常なら軍司令部に呼び出されるこのシーンはこのように始まります。ここは守られた世界であり、敵が近づけない世界なのです。そのためストラーロはこの映画唯一窓にディフューザーを貼るソフトライトで仕上げています。そんな平和な日常的な雰囲気の中、軍の上司にあたる人物の暗殺命令が下るのです。場の雰囲気と非常に対照的であるため、嫌が応でもサスペンスは盛り上がっていきます。そしてマルボロの赤、それは血の色を示します。ライター、炎はナパーム弾の象徴です。映画の冒頭でこの映画を語り尽くしているユニークなシーンです。同じようにカーツ大佐の資料を読み込みながら遡上していくシーンも美しい風景と重ねられ、サスペンスを盛り上げていきます。映画の冒頭からアンバーに転がしている映像のトーンにも注目するべきです。この映画唯一のストラーロブルーのシーンです。非常に違和感を感じさせるのは、映像のトーンもさることながら中身がないからです。おそらくオリジナルの脚本にあったシーンだと思われ、乗組員の人となりを語るシーンがそれぞれあったのかもしれませんが、このシェフだけなんですよね。その理由はこのあと台風などで撮影を中断せざるを得なくなり、コッポラが脚本を
書き換えていった結果ではないでしょうか。この疑似夜景のシーンはオリジナルにあった森の中での戦闘シーンの前哨戦ではなかったかと思われます。前線での投下は敵に狙ってくれと言っているようなもの、周りは闇、通常はタッチをつけるライティングをしますが、ここでは懐中電灯の表現のみ、浮かび上がる表情と懐中電灯だけの資料読みもやはりサスペンスを盛り上げます。そこへどこからともなく光が船を流れていくのです。舞台を彩るための人工的な光です。プレイガールの慰問団のシーンはこの辺りも完全にアメリカの制圧圏内を示します。そのため人工的な強烈な光と音で彩られるのです。無実の無辜な民を殺戮したクルーはドランブリッジで情報収集をしますが、そこは味方であるアメリカ人同士が殺し合う混沌とした場所だったのです。ストラーロは人工的な光であるサーチライトと爆破の炎を使いながら混乱した状況を表します。今では HMI のサーチライトを使いますが、当時はほとんど使われていませんでしたので、アークライトを点火してライトを振っています。アーク棒はすぐに減ってしまい、新しいものに取り替えなければならないものです。この混乱の状況、何かと似ていませんか。そうです、暗殺の森のラスト、混乱したローマ市内の表現に似ていますよね。カーツ王国にたどり着くと、日中は曇天、夜は焚き火の炎の光だけのライティングで表されます。完全に原始の世界となるのです。当時この闇と光だけのライティングは太りすぎたマーロン・ブランドを隠すためだと言われましたが、皆さんもうお分かりですよね。これがストラーロのライティングなのです。最後に35ミリ劇場版のエンディングタイトルを付け加えたのは、テレビで初めて見た時も流れたはずですし、このエンディングが好きですし、あるべきだと僕は思うからです。そもそもミリアスの脚本の中では爆破シーンで終わる映画ではなかったので、最終的にはただ取り壊す予定だったそうです。それはもったいないと、どうせ壊すなら爆破シーンを撮影しましょうとなり、スタッフは綿密な計画を立て、ビスタビジョンカメラやハイスピードカメラを使ってこの爆破シーンを撮影したのです。ロサンゼルスウェストウッドのブルーインシアターで行われたキャスト・スタッフオープニングにおいて爆破シーンがないことにスペシャルエフェクトのジョ・ロバディが激怒し、コッポラ監督の胸ぐらをつかんだというエピソードから、監督が謝罪の気持ちを込めて35ミリ版に爆破シーンを付け加えたと、コッポラと UCLA の同級生でセカンドユニットの撮影を担当したデッパルマ作品の
撮影でおなじみのスティーブン・ブラハムがおっしゃっていますが、これにはいろいろな噂があります。映画がビデオや DVD、ブルーレイで見られるようになり、コッポラの弟分であるジョージ・ルーカスのスター・ウォーズから始まった長いエンディングがどの映画でも常識となっても、コッポラはアメリカはベトナム戦争で負けたのだから森に飲み込まれたも同然だと考え、寺院を破壊できないというような見解でノンタイトルのままを貫いてきましたが、最終版となるファイナルカットでは音楽はそのままに近い状態、黒に白だけのエンディングを加えたのですが、当のストラーロはというと、One of the most fantastic visual image I've ever done in my own life. と答えています。僕の考えでは、むしろコッポラと逆で、負けても無理やり世の中を変えてきたのがアメリカという国だと考えるならば、当然森をめちゃくちゃにして負けると僕は考えます。何年か後にソフィアの手で爆破エンディングを復活させてほしいと僕は願っています。